佐藤、まさかの撤退。西武、外崎修太内野手の三塁コンバートが思わぬ波紋を呼んでいる。球団事務所では3日に13選手の契約公開交渉が行われた。そのうち12選手が来季契約を公開したが、今季途中に右前腕の張りの影響で緊急的にリリーフ復帰した平良は、来季の起用法をめぐる食い違いから保留した。一方、野手では来季で4年目となる滝沢夏夫内野手が、自分の中の分岐点。来年は絶対にセカンドのレギュラーを取る。自分の売りはスピード感なので、守備範囲とスピードを活かしてやっていきたいときっぱり。外崎の三塁コンバートに伴い、ぽっかりと空いた二塁のレギュラー争いに不退転の決意を語った。その一方、外崎がレギュラー獲得を狙う三塁では中村、外崎と並ぶチームトップの7本塁打を放った主戦の佐藤龍世内野手が予期せぬ撤退宣言を放った。この日、1200万円増の年俸3400万円で来季契約を公開した佐藤龍は、来季はライトで、と三塁からの配置転換を切り出し、僕は友さんと一緒に試合に出たい。サードで定位置争いをしたい気持ちよりは、僕がライトに行って友さんと試合に出たいという気持ちが強い。セカンドを若手で回すという方針なのであれば、そういうことがあってもいいように備えて外野手グラブも頼みましたと明言。慎重に言葉を選びながらも、外崎とのレギュラー争いには消極的な姿勢だった。今週のキャンプは、若手と外崎が宮崎南郷、佐藤ら主力野手組は、所沢の球団施設に分かれて行われた。外崎の三塁コンバートは、西口新監督の口から発せられたものだが、その解釈をめぐっては、当事者たちがここで身の施し方を探っている模様だ。来季の陣容は、どんな形で決着するのか。それなら外崎が外野で、佐藤優がサードの方が良さそうな気がする。外崎サードってのも、レギュラーありきに感じる、そうじゃないだろ、あの打率で。残念ながらちょっと、迫力に欠ける戦力。要はたらい回しじゃん。来季も厳しいでしょうね。優勢には、外崎を外野に行かせるぐらい、勝負してほしい。外野は無理では。外崎のコンバート先ってサードなの？てっきり外野なんだと思ってたのに。外崎がライトを守れば、平安背番号44の時代に、ライトやってたやろ。佐藤は肩があるから、外野は見てみたいな外崎は肩がない。とりあえず、西川と佐藤を固定して、使い続けてくれれば OK。プロとして、一緒に試合に出たいという発言は、適切でないと思う。往年の上昇、西武ライオンズファンとしては、聞きたくない言葉。セカンドの代わりが鳴かず、飛ばずで、シーズン序盤から結局、セカンド外崎、サード優勢で落ち着くと思う。外崎外野で、佐藤サードの方が、いいんじゃないの佐藤は、割と守備もいいでしょ。外野はもったいない。外崎外野で佐藤サードのが良くない、どっちにしろドラ2の渡辺は、ライトっぽいね。いっそ保守やってください。